まあ、薬膳料理っていうとね、珍しい中華食材とか生薬を使って作るような難しいイメージってあるかもしれないですよね。普段のでも家庭料理でね、簡単に実はできるんですよ。夫婦のように元気が出ない、食欲が出ないっていう人にはぴったりの薬膳料理になります。薬膳料理って難しくないよ。家庭でできる簡単な秋のパワーチャージ薬膳を紹介いたします。なんか最近元気出ないなあ。あら、こんにちは。夫婦君どうしたの？お疲れですか？まあ確かに朝晩急に寒くなってきたりとかね、夏の疲れが出やすい時期なのでパワーチャージが必要ですよね。秋のパワーチャージ、なんかいい方法ありますか？そうですね、秋の味覚を使った食事でチャージする、どうでしょう？薬膳料理ですか？いいですね。どんなメニューですか？筑前煮なんかどうですか？野菜好きじゃないんだよな。しかも筑前煮、薬膳料理じゃないんじゃないですか？まあ、薬膳料理っていうとね、珍しい中華食材とか生薬を使って作るような難しいイメージってあるかもしれないですよね。普段のでも家庭料理でね、簡単に実はできるんですよ。そうなんですか？意外。どんな食材にもそれぞれ効能っていうのがあるんですよ。だからうまく組み合わせることによって薬膳料理に早変わりしちゃう。これが薬膳料理の魅力ですよね。筑前煮はこの時期にぴったしの栄養満点レシピ、立派な薬膳料理なんですよ。あんまりそそられないけど、どんな効能があるか教えてください。まあ、夫婦君があまり気乗りがねしなさそうなんで、今回はじゃあちょっと楽しい感じで紹介しようかな。何楽しい感じでお願いします。いいですよ。野菜嫌いのお子さんにも同じように紹介してあげると興味持って食べてくれるかもしれないので、お困りの親御さん、ぜひ参考にしてみてください。筑前煮の具材といえば、里芋、人参、椎茸、レンコン、鶏肉、ちくわなんかの練り物、まあ、こんなのが一般的ですよね。それぞれちょっとキャラクターに見立てて効能の特徴を紹介していこうと思います。キャラクター？楽しそう。ではまず里芋から。里芋は断捨離上手のミニマリストキャラなんですよ。断捨離？ミニマリスト？今流行ってますよね。本当に大事なものだけに囲まれて生活する人。確かにそうですが、里芋とどう関係があるんですか？里芋も本当に必要な栄養素だけをギュッと大事に集めている、いわばエネルギーを濃縮したような野菜なんですよ。里芋の葉っぱって見たことありますか？あの大きな葉っぱのやつですよね。そうそう、夏の間あの大きな葉っぱにたくさんのエネルギーが注がれるんですよね。でもいらなくなったものっていうのは容赦なく捨てていくんですよ。断捨離。里芋の葉っぱにね、水玉がポツンと乗ってるの見たことないですか？あれが実は不要な栄養素や水分なんです。あれいらないもんなんだ、面白い。いっぱい吸い上げてきたけど、いらないから捨てるかみたいな感じですね。でこの断捨離上手の里芋っていうのは不要なものを持たない、濃縮された栄養素が詰まった栄養価の高い野菜っていうわけなんですよ。だから薬膳の効能的には滋養強壮とか利尿作用って言われますね。まさに元気チャージした時にぴったり。また里芋は消化に時間がかかるためにゆっくりと吸収させながら、他の食材の栄養も含めて体の隅々まで栄養を運ぶことができるようになります。他の食材の栄養まで無駄にしない、まさに物を大切にするミニマリスト。そうなんですよ。で次は人参ですね。人参はキトチを作ってくれるんです。キャラでいうとクラスの中心で元気印みたいな人ですよね。元気チャージには欠かせない。レンコンっていうのは余分な水分をのけてくれる利尿効果があるので、一緒に摂る食材の栄養を濃縮させて吸収することができるんですよね。仲間の団結力を高める影のリーダータイプ、それがレンコンかなと思いますね。面白い。椎茸は何キャラですか？椎茸はゴミ出し担当。つるんと滑って体の中のいらないものを椎茸と一緒にね排出してくれるんです。ゴミ当番。あと練り物とか鶏肉っていうのはタンパク質なので、効能とすれば体の骨とか肉とか血を作る材料、まあ、キャラで言ったら練り物は消化しやすくて胃に優しいので癒し系キャラ、
鶏肉はみんなの味をうまくまとめる、まあ、まとめ役っていうところでしょうかね。みんなキャラ濃い、まあ、というような感じで筑前煮っていうのはパワーチャージはもちろんできるし、利尿効果などの効能もあるんですよね。風味のように元気が出ない、食欲が出ないっていう人にはぴったりの薬膳料理になります。いいでしょう、筑前煮。筑前煮、食べたくなってきた。では今回のまとめです。難しいイメージの薬膳料理ですが、家庭料理でも十分薬膳の効能を出すことができるんです。秋のパワーチャージに筑前煮がおすすめ。それぞれの効能をイメージしながら食べるとさらに効果アップします。たまには体調に合わせる食材を選んでみるのもおすすめです。ぜひ家庭料理薬膳試してみてください。薬膳風筑前煮試してみます。楽しいですね。みんなニコニコ注意学笑顔の処方箋。